信長は浅井長政の鋭い追撃をかわした。だが長政は必要に天下を狙わんとした。六条合戦で敗れた三好家の残党雑賀衆、甲斐の武田信玄らと同盟し、信長包囲網を敷く。信長は再び追い詰められた。だが彼は怨んでいた。まるで長政の反乱をめでるがごとく。そして信長の非情な反抗が始まった。それは味方すら目を背けたくなる苛烈なものだった。織田の将、野田福島の戦い。敵将浅井長政の主導にて、京の西野田福島で小将将ら旧勢力の残党が蜂起いたしました。紀州の鉄砲傭兵集団雑賀衆率いる雑賀孫一もこの蜂起に加わっている模様。油断はできませぬ。また東方では甲斐の武田信玄も動き出しており、完全な織田包囲網が形成されつつあります。長政殿が我らに適したのはきっと何かの気の迷い。この光秀にお任せください。きっと長政殿を説得。ならぬ。気の迷いなどと長政の意志を汚すな。背いた以上長政は背け切らねばならぬ。天下不武、信長は天下に武を敷くと宣じた。背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ。すべて絶やせ。長政殿、もはや戻れぬ道なのでしょうか。孫一、まさかこんな日が来るとはな。お市様、おいたわしよ。三人衆、小将衆、雑賀衆、信長に背けど吠えられるなら
とよし。ノブカウヌに総大将の任務油断を。織田軍、この非常な魔王の軍団、逃げろ。お見事にございますな。信長様が修羅を、地獄を作っておられる。逃げる者も容赦なく切り捨てる。もうダメだ。逃げろ。開門。配下が敵に寝返ったか。かしこまりました。そそのかした者、そのいた者、共に滅せ。開門。ズスマ城の守りは堅いね。ならば火を放ち炙り出す。貴様の思い通りにはさせんぞ信長。わしがいる限り城に火はつけさせん。てめえらの非道なやり口、俺の銃弾が裁く。Thank you.
赴いたのは配下じゃ。わしは知らん。わしは信長殿の味方だ。信じてくれな。尋常に勝負いたせ。まだ城内には民がいるのに、信長って正気？開門！いろいろ最低ね、信長。私の髪も焼けちゃったじゃん。撃て、早せ、生きて返すな。信長様、もう十分じゃ、十分じゃて。ここに召した。止めれば。なぜいりず。勝利条件変更。浅井の大軍に背後をつかれ、信長絶対絶命。心優しき男の怪物退治、ここに完結か。高虎、義経、そなたたちは福島城、速やかに城内に入り、織田軍を駆逐してくれ。敵将、ここに召した。負けてしまうとは。お前を手柄にする。覚悟せよ。
地獄を作っておられる。不足なし、参れ。ここに滅した。前を振り。百回オーラン。撤退する。いざ。俺も逃げる。敵将、討ち取ったり。見事ですね。尋常に勝負いたせ。愛する人のためなら戦います。いざ参らん。よらば血風の赤き花と散るのみ。敵将討ち取ったぞ。一、待っていろ。そなたはそれがしが必ず取り戻す。
という強さよ。戦え、働け、貢げ、死ぬまでだ。ここで兄上を超え、天下を取れ。良いぞ長政、背ききる、最後まで。笑えんわ。勝っても誰も笑えんのんじゃ。一体何のための戦じゃ。信長を超えようとした。だが超えられず悲劇に終わった。あなたは許されたのに、長政殿はなぜ。全て承知で、あの男を支えてきたのだろう。承知ならば、なぜお市様は泣かねばならぬのです。全て承知でも、涙はこぼれる。